主婦起業家の持ち物バッグの中身。こんにちは、幸せな主婦起業の専門家山口智子です。今日はご質問いただきました。ももさんがいつも持ち歩いているバッグの中身や使っているパソコンやスマホを教えてくださいということなんですが、ちょっと恥ずかしいんですけれども、私の持ち物について今日はお話ししたいと思います。こちらが今私のいつも持ち歩いているバッグの中身のものを全部出していったものです。一つずつちょっと説明していきたいと思います。まず何からいこうかな。使っているスマホですね。こちらは iPhone11Pro を使っています。で、仕事柄スマホはしょっちゅう使いますし、最新のものを使いたいので、11Pro を使っています。そしてそのスマホを充電する充電器もいつもカバンに入っていますし、あとはペンですね。それから動画なんかを見たりする時の、イヤホン、イヤーポッツが入っています。そしてこのちっちゃいお財布は、クレジットカードと、あとまあ現金も少しこう入れられるんですけれども、ちっちゃいお財布ですね。はい、少しだけコインも入るんですけれども、これにパスモも入っているので、あと家の鍵もつけてますけれども、これで電車に乗っていますね。このちっちゃいお財布は必ず持ち歩いています。そしてすごく軽い水筒、これ行っているホットヨガで水素水が飲み放題なので、これで、まあ、水素水を入れたり普通のお水を入れたりして持ち歩いてます。あとメガネですね。それからサプリメントとか、ティッシュが入っているポーチで、ハンカチで、だいたいカバンの中にいつも本が2冊ぐらい入っています。今日本当に入っていたのが、これは新井智代さんの1日30分から始める初めての eBay という本を、読んでます。あとはこれは玉置彩さんの女性性ビジネスの成功法則を読んでるんですけれども、私の特徴として同時に何冊かの本を同時進行で読むっていうのがいつも私の癖なんですけれども、ちょっと読んでは別の本を読むってことをやっているので、だいたい2冊ぐらいがカバンに入っています。そしてお財布と手帳ですね。手帳は持ったり持たなかったりしています。なぜかっていうと基本的にはスケジュール管理は私は Google カレンダーでやっています。でも何かちょっとしたことをメモしたいときは、これは本田健さんの、手帳でもうずっと愛用してるんですけれども、これに書き込んだりしますね。はい。そして、いつも持って歩いてるわけではないんですけれども、パソコンです。パソコンは MacBook を使っています。そして、いろいろなことをメモするときに、私がよく使っているのがこちらですね。iPad Pro です。 iPad Pro と、Apple Pencil を、使って、よく使っているアプリはこのノータビリティというアプリを使ってるんですけれども、よくメモを取るようにしてます。これで索引をつけておくとメモを探すのがすごく楽なんですよね。すごい字が汚くなってしまった。はい。なので、iPad Pro と、Apple Pencil をよく使っています。はい。で、パソコンの方は MacBook の、ゴールドのちっちゃい14インチかな13インチかなを使っています。いろんなステッカーが貼ってありますね。はい。これが大体私がいつも持ち歩いてるバッグの中身になります。参考になるかどうかはわからないんですけれども、こんな感じで私はだいぶ荷物が少ない方だと思います。旅行に行くときもこれに洗面道具と、着替えが加わるだけですので、1泊や2泊の出張や旅行の時もすごく荷物が少ないとよく言われます。はい、こんな感じでした。